ナンバー73手榴弾は別名サーボスまたはウールワース爆弾と呼ばれるイギリスの対戦車手榴弾である。この兵器は第二次世界大戦中に使用された。このような通称が与えられたのは形状が魔法瓶に類似したことによる。ナチスドイツのフランス侵攻戦終了時1940年5月26日から6月4日の間にかけて イギリス海外派遣軍は、ダンケルク港からの撤退を行い、イギリス本土へのドイツの侵攻があり得るような状況となった。しかしながら、このような事態の後のイギリス陸軍は、自国を防衛するための十分な装備を持たなかった。ダンケルク撤退から一週間後、彼らは27個師団を展開できるに過ぎなかった。陸軍は、ことに対戦車砲が不足しており、840門が、 フランスに残地され、167門のみがイギリス本土で使用可能だった。残存した方のための弾薬は大変乏しく、規定では、砲弾の使用は、訓練目的の一発でさえ許可されなかった。こうした、欠乏の結果、ドイツ軍の装甲戦闘車両の撃退を意図し、いくつかの新しい対戦車兵器が、イギリス陸軍とホームガードの装備用として、開発されねばならなかった。 こうしたものの多くは対戦車手榴弾であり、多数のこうした兵器がごく短期間のうちに安価で製造された。この中には手榴弾、手投げ、対戦車、脳74スティッキーボムとして知られるものが含まれていた。これは強力な粘着剤で被覆されており、車両にくっつくものだった。また、ナンバー76特殊勝利手榴弾は基本的には モロトフカエン手榴弾の英国版であった。イアンホックは、ナンバー73手榴弾について、これら手榴弾のうち最も簡易と著述している。これは、着発手榴弾、魔法瓶爆弾、ウールワース爆弾などを含むいく種類かの名前が知られている。ナンバー73手榴弾は、ほぼ円筒形状を持ち、魔法瓶のそれに似たねじ込み式のプラスチック製キャップが付いている。 ここからサーモスボムの通称が出現した。この手榴弾は直径がほぼ 89mm、長さが 280mm、重さは約 2.0kg である。爆発物の内容は 1.6kg の極性、アンモナルゼラチンダイナマイト、またはニトロゼラチンで構成される。両方とも容易に燃焼し、また消火器の命中の衝撃により起爆する。 戦車、または他の車両に投げつける際、使用者が手に握り込んだ操作テープが手榴弾からほどかれていき、さらに安全ピンを引いて解除する。これはタイプ247、常同新艦に接続されており、この新艦はガモン爆弾とナンバー69手榴弾に使用されたものと同型である。これにより激発準備がなされ、それから直後に手榴弾を起爆させる。 とはいえ相当量の重さから投擲可能距離は短いものとなり、距離の限界は9メートルから14メートルとなった。また、手榴弾の爆発は、もし使用者が手榴弾の起爆前に遮蔽物を見つけられなかった場合、使用者を負傷させた。この手榴弾は51ミリメートルの装甲板を破砕し、軽戦車に重大な損傷を与えた。しかしながら、 敵戦車の無限軌道に対する攻撃が最適な使用方法であった。この手榴弾の威力は無限軌道を容易に吹き飛ばし、敵戦車の乗員に停車と修理のための時間の浪費を強いた。当初、ナンバー73手榴弾は1940年12月に支給されたが、対戦車手榴弾としての使用は稀だった。代わりに、新艦は通常の場合除去され、 爆破用の爆薬として用いられた。この手榴弾は年内に軍務から引き下げられ、1943年爆破作業に用いられるという明確な用途をもって再支給された。1942年5月27日、改良型の手榴弾が新鋭隊大将ラインハルト・ハイドリヒの暗殺のために使用され、空挺平安クビッシュはこれをオプラ派において、 ハイドリヒの乗車に投げつけた。この爆弾はこうした用途に用いられるには不十分だった。ありがとうございます。